てえかだな。どうしたんだね。ドアに手を挟まれたんだ。うん。釘が出てやがったんだ。うん。釘がね。少し痛いよ。つまりこれが釘ってわけか。迷惑はかけねえ。つまらねえ出入りがあってね。駅前のマーケットで松永って聞きゃ誰とも知ってるぜ。前もってことはっとくが、治療代は高いよ。無駄飯食ってるやつからできるだけボルコトに決めてるんだ。何か麻酔剤の注射かなんか寝るか。おめえたちみたいな親子に打ってる注射なんかあるもんか。風邪薬もらってこうか。なかなか抜けやがらねえ。お前たちみたいな自堕落な生活してるやつは結核菌取り付かれる率が多いから気をつけな。こんな肺病闇があってたまるかよ。見かけだけじゃわからないよ。肺病闇はみんな波子さんみてえだと思ったら大間違いだろ。スポーツマンによく歩くった本人も他人も夢にも考えないうちにやられてるのは結核さ。肺病ってやつは痛くも痒くもないから始末が悪いんだ。席が熱が出てやられた月がつく時はもう遅いんだよ。怖いのか。怖い。
それか。黙ってりゃつき上がりがあって。だからですかね、医者は。何でも大げさにして儲けることばかり考えてやがる。そうさ。結果患者5人持ってりゃ医者は左右長だからな。じゃあ見てくれ。化石は結核か結核じゃないか見てもらうじゃねえか。どうやって見るんだ。何？胸叩いたり聴診器つけて首ねえたって何が分かるもんか。そんなものはお前にないだよ。医者は格好がつかねえから甘くするだけさ。まあ気休めにやってやってもいいがね。こんなことで分かるようだったらそれこそ一巻の終わりだね。どうしたんだ。お前どっかで一遍レントゲン撮ってみな。どうなんだって聞いてるんだ。レントゲンで見ねえとはっきりしたことは言えねえが、まずこのぐらいの穴が開いてるね。このまま貼っときゃ長いことはないね。それはどうしよう。バサバサアイアン。バサバサバサアイアン。どうしたの先生。あいつは脈があるぜ。ああいう毛玉のことを結核をバカにするやつはねえが、あいつは気にするだけ上出来さ。まだ少しは人間らしいところが残ってる証拠だよ。ねえ兄貴、ちょっといけるとこ入ってったでしょ。何だか兄貴、あの助見たくさだからねえ兄貴。兄貴、どうかして。泣いてきたやつじゃないか。そのてめえその見覚えがあるぞ。もういいのか。この水飲んだらこの間のようなこっちゃすまないぞ。先生なっちゃかなわねえからね。はい、どうぞ。一
一つお見立てお願いしますよ。まあこれなら知りませんだろう。うん、あれだ。あ、いけねえ。あいつに聞くんだった。なんです、一体。松永ってやつ探してるんだがね。この辺じゃいい顔らしいが、ちょっと苦い場所だ。与太家のある女ならすぐ惚れそうな男さ。知ってますがね。しかし先生、なんだってあんな。言ってることがあるんだよ。どこ行ったら会えるかな。昼間からホールに入り浸りだわ。表通るのかい。うん。どこがいいんだろう、あんな痩せっぽちに。姉ちゃん。お前も惚れてんのかい。誰が。あんな男に惚れるもんじゃないよ。惚れるなら俺みたいな男に惚れな。見かけは汚いが、第一病気になった時にただですもん。あんたなんか大嫌い。陣だ、少し黙ってろ。手がついて飲んだらなはまってて。汗がウイスキー臭いわよ。黙ってろってんだ。兄貴、医者が来ましたね。でしょ。昨夜のもういでろ。あの、あやつけに来やがったじゃねえかな。一丁、ゴロゴロと。なら相手見てからにしな。あんたと人の感情を踏みとはしまって大きな面するな。待てんなよ。ケチな感情を踏みとはそうとしけちゃいねえよ。感情なんか負けとくからいっぱい飲ませるよ。バカ言え。その方がよっぽど高くつか。まあそう言わねえでいっぱい行こう。あんちゃんこれには酒はねえよ。わっとだぜ。嘘つけ。お前プンプンに酔うぜ。いい匂いだ。まるでダニみたいなやつだな。世間じゃお前たちのことをそう言ってるよ。口の減らないやつだ。こっち行きな。出たら見やがるから。お前みたいな乱暴な感じは初めてだ。それはそうと、昨夜お前の首を絞めてた時に入ってきたんだな。どっかで見た覚えがあるんだが。俺の
あいつには手を出しちゃいけねえぜ。ほら、俺の恋人だからな。言えよ。どこにいたんだあの女。どう気になっているの。ストップ。お前か。お前の分も俺が飲んでる。肺に風穴が開いてる奴が酒を飲むなんて自殺も同然だ。だがあまり気にするな。体は少し脅かしすぎたらね。何、俺の言うこと聞きゃ。行けみたいな、やぶの言うこと誰が信用するもんか。信用できたけはレントゲン取ってみろ。ちっ、今家につきやがって。レントゲンなんかくそくらえな。さっさと帰れ帰れ。バカ言うな。お前の体のことじゃない。くさばるもくさばらねも俺の勝手だ。てめえの世話にはならねえ。それはその通りだ。お前なんかどうなろうと構わない。しかしな、俺はお前のハイミスを食ってる結核菌に用があるんだ。そいつを一匹でも殺したいんだ。お前は今すぐここでくたばって火葬にしちまえりゃ一番世話ねえんだ。おう、知らねえで、あんな奴は足の折れたままみたいに人を前に叩き殺すの仕方がねえな。もうしゃれぞあんな野郎。そんなこと言ってもダメよ先生は。何がダメなんだ。先生はね、自分が見た患者となると自分のことより心配なんだから。ふっ、旗で見てるとバカらしいくらいだわ。ふん、観覧医者って商売がバカらしいんだから仕方がねえよ。この世の中に病人が亡くなったら一番困るのは医者だろ。それなのに医者ってやつはその病人を亡くすことばかり考えてるんだからな。違うわ、先生は特別よ。ただいい、これが当たり前なんだ。だってよその医者さんはもっと気楽に適当にやってるわ。ふん、あいつら医者じゃねえ、たくもちだ。でもね先生、先生あんまり本当のことをずけずけ言いすぎるわ。いえ、嘘つけって言うんじゃないの。でも本当のこと言うにしてももっと言い方があると思うのよ。私だって初めなんてとっつきの悪い先生だと思ったわ。そこもガミガミ怒鳴りつける。ふん、ほっといてもらいたいな。説教聞いて出直すには老けすぎてな。そんな、言われないだって分かってるよ。性分さ、こいつがなけりゃ今自分どっかの大きな病院の院長さんぐらいにはなってら。ほら、高浜病院な、南町のあそこの病院の高浜は同じクラスにいたんだ。しかし考えてみりゃ、あの自分から高浜と俺とじゃ月とすっぽんだった。どことなくきちんとして立派だったよあいつは。ところが俺と来たら洋服七に叩き込んでもゼロ回に行くのが好きでな。性分とは言うが、あの自分にくれさえしなきゃ。しかしくれるにはくれるだけのわけがあんでな。あの松永って野郎を見てると、どうもあの自分の俺のことが思い出されてきに、あいつもかわいそうだよ。こいつが悪いっても肺がやられてるだけじゃねえんだ。なんていうか心がやられてなんだ。むちゃな面してそっくり返ってやるが、胸の中は風が吹き抜けてるみたいに寂しいに違いねえ。
詰め殺しきれねえ理性が時々うずくのさ。まだ凝り固まった悪にはなっちゃいねえんだから。おう、悪ってよ、岡田のその後の様子を聞いたか。もうそろそろ出てくる自分じゃないかな。輸血が半年で3年と8ヶ月だが、もうすぐだ。出てきたところで何も心配することはないよ。まさかこんなところにいるとは気がつくまい。でもきっと嗅ぎつけるわ。そういうことの早い人だし、大地この辺が縄張りなんだから。探し出されたって怖がることはないよ。お前さえはっきりあいつと切れるつもりならどうなんだ。そりゃ先生にはわからないの。私がどんなにあの人に組んでいるか、体が震えるくらいだわ。私の一生盗んだんじゃありませんか。まだ半分残ってるよ。だってよしよし、それなら問題ない。さあ飯だ飯だ。おもう一本だけ。ダメダメ、昼間から転んで怪我するほど飲んでるんでしょ。バカいい、この気の私は信用しませんね。さん酒飲んで酔っ払って転んだ。ばあさんそれ見てびっくりして。私はびっくりなんかしませんよ。どうした、バカに塞いでるじゃないか。私一度会ってみようかと思う。誰に？出てきたら岡田に。どうして？ああいうとこ行けば少しは人が変わるかと思って。バカな、そんな代物かよ。あいつが勲章でももらった気で生きようと出てくる組さ。でも私女として。何？家出てきてもし私がいなかったら。バカな、どれ本性だぞそれは。お前はさっき自分で言ったばかりじゃないか。お前はあいつにかっぱられたんじゃないか。あんなにいじめられ、病気まで移されて、そのあげく犬の子みたいに捨てられたんじゃないか。それなのにまだ尻尾を追ってついてきか。ついていって野良犬みたいに草だらけになって草がらないんだ。また始めやがった。あいつが始まるとかの野郎が避け出てくるぜ。おいバカ寝るぞ、帰ってくれ。だいぶ良くなったな。今日ずっと続けてるんだね。ええ。もう少しの辛抱だな。なかなか成績がいいな。しかしな、この結核というやつは一筋縄ではいかん。病気とどっちが勝つか賭け比べ。
向こうの小山のふまとまでさ。しかし本当に走ったりしちゃいかんぞ。すべて亀さんの気持ちでな、コツコツやるんだ。もっともウサギのようによく眠るのも大いによろしい。先生、私も十七よ。そんな幼稚園の先生みたいに言わなくても分かります。しけしけ。先生っていい人ね。つまり結核ほど理性を。理性を必要とする病気はないって言うんでしょ。もう十分も聞いてるわ。じゃあありがとうございました。今度来るときにはもっと良くなってるわ、きっと。ねえ、あんみつかけましょうか。あなたと二人で来たか。港が見える丘、ここ。はい、ち。なんだ、お前か。何しに来た、ちょずらしまって。おかた自覚症状でも出てきたんだろ。熱でも出るのか。熱なんか出るだって。これはこの通り体ピンピンだい。じゃあ何しに来たんだ。雨が降って心機くせえからおめえのおかしな体の魚にしてやりに行こうと思ってな。痩せ痩せ、かわいそうな野郎だ。どうしてそう治りになれねえんだ。なぜと。病気は怖いんだろ。バカ。ほらお前が病気を怖がってるのを笑ってるんじゃねえぞ。怖いものを怖がるのは当たり前だ。それは恥ずかしがるお前の根性がおかしいんだ。お前たちはそれが勇気だと思ってやる。俺に言わせりゃお前たちほど臆病者はないよ。じゃあなぜ苔落としに入れ墨したり印を使ったり獲物だけ背負って突っ張って歩かなければならないんだ。自分で自分が耐えれねえからじゃねえか。俺にはそんな働きかないよ。お前なんかで今出てったあの小さな女の子の方がどれだけどしょっぽねがあるかわからねえ。あの子はな、病気と面と向かってシャーンとしてな。お前と来たらそんな勇気はくるっぱかしもねえ。暗闇は目をつぶって駆け抜けるって口さ。どうだ、図星だろう。あんた何時に来たの。帰って、帰ってちょうだい。来てThank you.
よう。変わらないかね。うん。君はどうだ。相変わらず景気が良さそうだな。そのまただいぶ殺したな。いや相変わらずだな。どっち行くんだ。うん、その町の天童村だ。おう、じゃあ三つ井だ。乗っていかないか、うん、そいつは助かる。タクシー暑くてな。これは素敵だ。自動車に乗ると歩いてるやつがバカに見えるから妙だな。なぜ行こう。ところで君のとこアルコールの予防はないかね。いかんいかん。飲む気だろ。いや患者用だよ。排気はないのか。排気は飲んじゃったんだ。もう年だぜ。無茶すんなよ。そうそう、3日前君のところへ松永って患者行かなかったかい。松永？うん、結核患者。おお、やっぱり弁当源取ったのか君のところで。いや、身がひどいんだ。その写真ちょっと俺に見せてくれんか。おかしいな、うちへ来た帰りにフィルム持たして君のところへやったはずだ。雨の日だ。ああいう手配にかけちゃ君の方がエキスパートだからな。命預けるつもりで頼んでみろって回したんだ。おなんだおめえか。気ならもうねえで。何ちょっと踊ろうと思ってね。そうバカにしたもんじゃねえ。こう見えても相当な踊り手さ。うん、あれは単語だな。いいね、単語は。クイック、クイック、スロー。はっ、バカ。単語じゃねえ、ブルースだよ、あれは。ブルース？ふん、バンドが名付けりゃブルースが単語に来ることもあらん。どうしようだな。まあ、そう言うな。しかし、本当にありがたく思わなくちゃ、バチ当たるぜ。こうやって頼まれもしないのに、赤の他人の体を心配してやってるんだ。我ながら時々考えるね。俺は天使みたいなもんだってな。汚い天使だな。ふん、お前らスケベだから。天使っていうと何かカフェかダンスホールのお姉ちゃんみたいなものを想像してるんだろうが、本当はあれみたいな。役割が何がある。まあ静かに落ち着いて話し合おうぜ。俺はおめえに話なんかねえよ。これだけ言ってるのにまだ分かろうとしねえのか。たたたたまったレントゲン写真持ってきて見せたらどうだバカ野郎。高浜に会ってすっかり聞いたんだよ。くだらない負け惜しみやめて今夜のまっさりやってきな。なあ年寄りは掃除らすもんじゃねえ。いいか。じゃあ待ってようぜ。手入れて頼むから来てやったんだぞ。ヤクザは義理が勝てんだ。約束すればちゃんと来るんだ。どこまでただこの辺があるんだか。酒くなってヘベルキにならなきゃ食らなかったんだろう。情けねえやつだ。情けねえなんてね。情けねえんだてめえじゃねえか。食い気味でに俺の頭が追っかけやがって。しょうがねえな。まあいい、こっち来な。このうちは、うん。お互いじゃねえか。呆れたね。これでも親があるんだろうかね。ええ。ええな。親なんか分かってんだ。い
なくて幸せだよ。おばあさん、おばあさん。お前誰だ。お前誰だ。隠したってダメだぞ。お前どっかで俺に会ったろ。ああ、はい、いかんにしねえ。水持ってきて。なんだお前は。あ、モグリだな。ええ、親父。この間は高浜ってやるがバカにおめえのことを吠えてたぜ。だけど俺は信用しねえよ。分かったな。お前とあいつは同じような無事だな。まあそんなことはどうだっていいから見せてみな写真を。え？写真？このままひっつみちゃったよ。さあよ。破いた？バカ野郎。無事なんか欲しくねえんだ。一度は死んでやろう。一度は死んでやるよ。困った野郎だな。あ、何かかけてやれ。はい。また始めや。どこのバカだか。ずっとうまくならないな、あのマンドリンは。なんてやね。あれはきっとやってんだ。マンドリンじゃねえよ。いちいちそう年寄りに逆らうもんじゃねえよ。たまには年寄りの言うことも聞くもんだ。聞くんなら今だ。見ろ、こんな大きな穴が開いてるんだぞ。穴が開いてるから風通しが来ていいよ。本当に治るか。治る。今からでもか。治るよ。いい加減なことやられて死ねえぞ。治る。何を言わんで。その代わり俺の言う通りにするんだぞ。やめてんで。やられたものと抜けしやって。俺の言う通りにしろ。かしくって。いやいや。命を知ってそんなこと言ってるんじゃねえぞ。どちらに死ぬんだよ。入ってんだよ。誰
知るめな。おめえたちがガキの時分に流行ってる歌だよ。へえ、なんていう。人殺しの歌だよ。兄貴、兄貴はどこの身内なんだよ。もう何もかもすっかり変わりやったな。変わらねえな、この薄い板に水たまりだけか。紹介状書いとくか、明日来な。ちゃんと作戦立ててもらって、結核菌と人合戦やるんだ。結核菌ってやつは恐ろしく頭のいい悪党だからな。デスクじゃどうにもならねえぜ。うん。いいか、酒飲んじゃいけねえぜ。分かったよ。年寄りはくどくていけねえ。何だと？先生、また。うん。窓少し湿ってますけど、あんまり汚れてたんだったし。女も禁物だぜ。泊まってきたの、ゆうべは。悪いことしてきたんでしょ。いらっしゃい、お仕置きしてあげるから。おや、朝っぱらから幽霊だよ。うん、
なり顔色悪いか。あんまりお見かけだからさ。でも冗談じゃなく、随分痩せたわね。誰かさんに可愛がられすぎたんでしょ。失礼いたしました。長いことご苦労。おめえ今じゃいい顔だってな。あ、おかげさんで。まあゆっくり話を聞こえて。どっか顔聞かせな。いらっしゃい。おかしな人ね。消えたり現れたり。何さ、人体の広告じゃあるまいし。恐縮ですが、一つ。まあ、一つ行こう。あ、はい。せっかくですが、今日は。トリッペルか。いえ。じゃあ、どうしたんだい。あ、本当にせっかくですが。なんで、ひどく地震が起こったんだな。4年前には神器の机にそんなとぼけたセリフはなかったぜ。まあ、俺の杯が受けられねえってんならそれもよかろう。そんな、兄貴少し体が悪いもんで。そういや顔色悪いよだろ。何、大したことはねえんだ。じゃあ一杯だけ。誰かしら。気をつけ。あんなのに惚れたら骨までしゃべられちゃうよ。4、5年前だ。そこのガード下であいつに顔をめちゃめちゃに切られた男があるんだ。その人死んだの。あいにく死ななかったのさ。だからあして出てこられたんだよ。どうも。しばらくぶりでしゃべってると女はみんな綺麗に見えていけねえよ。
兄貴、まな言ってこだ。よし、頼むぜ。よろしく。どうした先に踊るかしら。バカだね、決まっていいじゃないか。落ち目の方が後回しさ。Thank you.
ょう。少し回してくれ。おい、よしな。これだけだ。根がねえんだから、およしなせい。よせ、いいから待て。心臓がないだ。そんな時間に世話やらせが。先生、松永さん、可決したんですって。そうめおり。勝手にくたばれ。かんぞ、俺は。たんなんだ、バカ。おい、俺はいかんと言ってるんだぞ。絶対にいかん。絶対にいかんぞ。手に突っ立てねえで、洗面器に水入れて持ってこい。ふん、そんなことぐらい一人でできねえのか。おいデブ、お前どっか行って氷のと氷買ってくるんだ。こんな夜中に無理だよ。何よ、いつも無理ばかりとしてやがって。あと待ちな。この部屋は女の部屋らしいが、女はどうしたい。なんだか大掃除するって友達の家へ泊まりに行ったよ。ふん、どいつもこいつも大した代物だな。何もやるつったってなんだ。さっさと行ってこい。行ってこい。気にしちゃいけねえぞ。お前みたいなやつは確決した方が薬だ。少しは用心する気になるだろうからな。喋っちゃいかん。ゆっくり眠りな。眠ってガキの自分の夢でも見るんだ。なんだ、何かあったのか。あったんです、あの人に。誰、岡田か。どこで見られたのか。いいえ、あのマーケットの通りで、向こうは気がつかなかったらしいんです。ダンサーらしい人と二人で。確かに岡田です。
何してるんだ。急に用事ができて、しばらく部屋開けるわ。やなっちゃう。間が悪い時ってどうしてこう。私が悪いんじゃないわ。そんな顔して見ないでよ。私ね、ホール休んでもあんたの介抱しようと思ったのよ。でも急に君から話が決まって。とってもいい条件なの。だから。じゃあ当分お別れだな。そうなのよ。辛いけど仕方がないわ。じゃあお別れのキスしてくれ。お前そんなに俺の病気が怖いのか。そんなことないけど、ただ。じゃあ来な。世話になったな。このまま忘れねえで。これを4時間持って飲ますのよ。いい？飯何食わすんで姉ちゃん。これ持ってって区役所で証明書もらえばミルク買えますからね。それを冷たくして飲ませるの。姉さん、どっかで見たことがあるんだがな。じゃあお大事に。先生、お家の帰りにお寄せしますからね。バカ野郎、病人のそばについてなくちゃダメじゃないか。いねえんだよ、その病人が。何だと？薬取りに行って帰ってみたらもういねえんだよ。おい、松永の子行ったか知らんか。知らないよ、そんなこと。はい、これ持ってってちょうだい。追い出したんだな、貴様が。何すんのよ。あんた一体何なのさ。何だと？ここ私の部屋よ。人を呼ぶわよ。この人でなし。どうしたんだって。この人がわけのわかんないイチャモンつけるのよ。追い出してよ。待ちな。聞きたいことがあるんだ。俺が暗い子の前に確かおめんとこで世話になってた女があったな。あの女今どこにいるか知らないか。知らんか。患者のつらいちいち覚えちゃいられねえよ。見よってんだぜ。知らねえね。マッチ箱みたいな部屋にじっと知られねえ性分なんだ。分かってるよ。あんな薄汚いドラ猫の巣はきれいにお方にくれてやろうさ。しかしお前もかわいそうにな。まあ俺の言うことを聞け。お
前の肺はちょうどこの沼みたいなもんだな。お前の肺ばかりきれいにしよったってダメな相談だよ。お前の周りには腐り切ったウジの湧いたバイキンみたいな奴らばかり集まってる。そいつらときれいさっぱり手を切らない限りお前はダメだな。現に今日ここで身を見たって人間を連れてきてるんだ。そうだな。ほっきりしに。それとでさ。なあ、俺とおめえと四つの目ではっきり見たな。ふん、大方人違いでもしまったんだろ。しばらくいるのもいい加減にしな。下の伸ばした、いや、人の女房をかき立てしやがるとただじゃおかねえぜ。ちょっと待ってな。おめえ何か勘違いしたやしねえか。おめえがぶち込まれる前と今じゃ時勢が違うんだぜ。おめえみたいな封建主義の化け物の言うことは今時通用しねえのさ。聞けやる。わからなきゃ言ってるのに、てめえばかりに覚え奪われちゃってもダメの母さ。女も同意しなきゃするまでだ。何じゃどけんてんだ。よく覚えとけ。聞けやる。来ない。もしその女がだな、このうちにいたとしてもだ、てめえの声聞いて飛んで出てこねえようじゃ脈はねえんだ。てめえ、命は惜しくねえか。何言いやがる。一人前の人殺しでどなすんな。ふん、お前より俺の方がよっぽど殺してるよ。こいつ。なんだなんだ、病院の出る幕じゃねえ。出ろ出ろ。まだ出てねえ。こんなところに。てめえ、この先生にはいろいろと恩義がございます。射程の分際で座が高くございますが。ふん、恩義なんか感じなくたっていいから、病人は病人らしくしてもらいたいの。兄貴、今夜のところは何分手は命に変えまして。おい、いい加減にしねえと命も減ったくれもねえぞ。変な何でも芝居みたいなことやめてくれ。俺はその悪い。おい、ばあちゃん、この病院連れてってくれ。そっち、お前もなんだぞ。弟分をむざむざ殺したくなかったらさっさと切るんだ。お主は明日でも切る。ただ黒おめえ、とうとう現れやがったな。怖いね。やだやだ。何が怖い。明日警察に行ってくるよ。心配するな。この話は俺がつける。殺意持ち込まれたりしたら俺の顔が丸つぶれだ。バカ、病人と赤ん坊には顔もへったくれもねえよ。黙って寝てりゃいいんだ。いや、明日
あゆみのとこ行って頼んでみる。今までだって俺の言うことは大概のことは聞いてくれたんだ。そりゃそうだろう。お前が金儲けの役に立つうちはな。しかし今じゃ多分岡田の方を大事にするだろうよ。そんなことはねえ。俺たちの仲間は岡田みてえな奴らばかりじゃねえ。次の世界があるんだ。あれはおめえ、悪党仲間の安全保障条約みたいなもんさ。結局はこれだよ。バカ言え。そらそら、だからおとなしく寝てろってのに。でもお届けたりして後で仕返しでもされたらね。私さえ岡田のところ一気になれば。バカ。でももし。ふぬけ。そんなことばかり言ってやがるから、あんな奴らがはびこるんだ。ヤクザが怖いなんて伝説だよ。商売なら困らせるのはお前だけだ。さあ、もう寝ろ寝ろ。動いちゃいけねえぜ。岡田のことは俺に任せとけ。何町の住む巣みたいなこの町をちょっと消毒してもらうさ。じゃあ警察行ってその帰ってくるからな。お前ゆうべ寝返りばかり打ってたやろうな。よせよ。岡田のとこ行こうなんてバカな考えだけはやめてくれ。人に動くなんて今時入らねえんだ。日本人のやつはとかくくたらねえことに身を捨てたがっていけねえ。おい、動いたら承知ねえぞ。今日も来やがったら俺はもう次に向かねえぞ。でもそんな顔だって君の顔が変わってたらヤクザ教えだ。身を捨ててかかってこそ顔は立派に立つんだ。いけません、いけません、いけません、いけません。あったらさ、いけません。あったらごめん、いけません、いけません、いけません。私の辛抱だ。わざわざすぐ帰ってくるからな。待てよ、あんた。お前たちには仁義の世界はわからねえんだ。待てよ、あんた。待てよ、あんた。あんな松永みてえなお主に俺には親分の了見が分からねえ。どうしてあんなくたばり族ねえにあの島は任してくんです。おめえもまだ若えな。こうやられたやつは大事にしてやらなくちゃいけねえよ。特に血を吐いたようなやつは命知らずになっているから、いざという時に役に立つんだ。あの島は遠からず北島一家の割り込みがあることを覚悟しなくちゃならねえ。その時松の体を張らせるんだ。うん、なるほど。
どっちみち長かね。ちょうどいい死に場所さ。その後は俺のもんだ。俺は何も言わねえが、先のことはちゃんと考えてるんだ。あんたみたいな人が落ち目になるととってもかわいそうで見ちゃいられないわ。私いつもそう思ってたんだけど、あんたはこんな世界には向かないよ。これをしように足洗った方がいいんだわね。そして田舎へでも行って養生するといいんだけどね。私は国へ帰ろうかと思ってんのさ。こんなとこつくづく嫌になったんだよ。一緒においでよ。ちっぽけな町だけど、道の真ん中をきれいな水が流れているんだよ。ダメダメ。それよりかね、本当に来ない？苦労はさせないよ。私の時期がね、町外れで牧場やってんだけど、あんなとこで養生すりゃ病気なんかすぐ治っちゃうよ。ね、おいで。とにかくここは離れた方がいいよ。ね。ダメじゃねえか。事務所から私が来たばかりじゃねえか。私が払えばいいんでしょ。何さ、何こそこそ言ったんだこの野郎。おい、親父。いいえ、何でもないのよ。面白くねえな。気にしないで、ねえ、お願い。ねえ、今どこにいるの？真田って医者のとこだ。ああ、知ってるわ。そりゃいいわ。私、今晩でもまた相談に行くわ。いい？そんな体なんだからね、短気起こしちゃダメよ。
30円いただきたいんです。どうしてももらってこいって言うんです。また私は何も事務所からの対策で、この縄張りは今日から岡田さんのもんだ。あんたなんかもう構えつかないって。
た。どうした？妙にしょんぼりしてるじゃないか。え？身投げすんならもう少しきれいな水の方がいいぜ。相変わらず口が悪いわね。ふん。悪口でも言わなきゃ気がめいってしょうがないよ。何のかもバカバカしくってヘドが出そうだよ。みんなあのろくでなしのおかげさ。先生、仏の悪口はやめてよ。ん？そうか。お前惚れてたんだっけな。そうじゃないのよ。これ、あの人のお骨なのよ。だから。聞いたよ。お前あいつの葬式出してやったんだってな。だいぶかかったろ。6,000円とちょっと。とんだ散財だったな。でもあんまりかわいそうだもん。親分なんていい気なもんね。まっちゃんは仁義に外れてるとかなんとか言いやがってさ、人のともしないんだからね。そのくせ岡田が捕まった時には大賀町まで回して大騒ぎしやがるしさ。本当にこんなとこもう一日だって嫌だわ。今度こそ思い切ったわ。先生、どうも長い間。船でも引っ込むのかい？ええ。マスターのお骨も国の方へ埋めたいと思ってんで。私、あんなことになる少し前に、マスターと話してたことがあるんです。私、足を洗って国へ行かないかって口説いてみたんです。無駄な話さ。俺もそんな風に考えてたんだ。あいつをヤクザから足洗わせられると思ってたんだ。ところがあの通りだ。結局来たものは来たものさ。来たものを人間にしようなんて考えがそもそも甘っちょいんだよ。そんな、マッチャンはその時は本当にそう思ってた。惚れた役目だよ。惚れてたからよくわかるんですよ。確かにマッチャンはもう少しであんなことにならなくて済んだんだわ。私の話を珍しく親身と聞いてたんだもん。気のせいか泣いてるみたいだったわ。それなのに。それなのに。あんなバカしてかすのがヤクザなんだ。それはくだらないって言うんだ。くれつだって言うんだ。泣くなよ。お前の気持ちは悪いんだってよくわかるんだ。だからこそあの野郎が許せないんだよ。ね、あんみつでしょ。よし、あんみつってやつはどこで売ってるんだ。何にも知らないのね。お汁粉屋さんよ。よしよし。
前も一緒に来ないか。お別れにあんみつごちそうするぜ。せっかくですけど、私はここで。そうか。じゃあ、達者でな。先生も、ごきげんよう。うん。しっかりしてれば結核なんかちっとも怖くないわね。うん、結核だけじゃないよ。人間に一番必要な薬は理性なんだよ。あなたと二人で来たおか先生